ウィリアム・アドルフ・ブグローの描いたヒッポカムポス。クリーブランド美術館所蔵ヒッポカムポスはギリシア神話に登場する半馬半魚の海馬である。ヒッポカンポスとも表記される。英語でヒッポクンプ、またはヒッポキャンパス。シーホースと通称されることもある。ヒッポカンポスの前半分は馬の姿であるが、縦紙が数本に割れてヒレ状になり、また前足に、 水かきがついている。胴体の後半分が魚の王になっている。ノルウェーとイギリスの間の海に住んでいて、ギリシア神話に登場する。ポセイドオンのノル戦車を引くことでも有名。その姿は、ワイト島と入荷するアポンタインの紋章の両側に見られる。ラテン語名ヒッポキャンパスは大文字でヒッポキャンパスとして、タツノオと死後族の学名に転用されている。また、 脳の一部くらいであるウミウマは英語その他でヒッポキャンパスといい、こちらは形状が立つ脳とし後に似ることによる孫命名である。ありがとうございます。